こんにちは、こんばんは、おはようございます。バーン、楽天イーグルス応援隊のもえです。本日もよろしくお願いいたします。ということでね、まあ最近ちょっとインスタグラムにね、あのブラッシュ選手のアカウントちょっと見つけてしまいまして、ちょっとね、やっぱ黒人かっこいいなみたいなね、結構帽子とかね、あの服とかね、結構おしゃれなんですよね、ブラッシュ選手。それ見てね、まあ、ちょっとテンション上がってました。はい、まあ、その話ね、またちょっと今度しようかなと思うんですけれども、まあ今日はね、阪神との試合、まあちょっと思い入れのあるというかね、あの倉敷でのね、まあ星野元監督が、倉敷出身ということでね、まあちょっとそれで僕の中ではちょっとね、あの阪神とあの楽天と、なんかあの倉敷での試合ということで、ちょっと伝統の一戦じゃないですけど、ちょっとね、思い入れがあるというか、まあ不思議な気持ちにさせられるゲームというかね、ちょっとそういう感じがありますね。まあ、星野監督といえば、まあまあね、ご存知の方多いと思うんですけども、阪神ではね、監督やってて、まあ、正直僕なんか小学校低学年ぐらいの話なんで、一応記憶としてあるんですけど、あの日本シリーズね、ダイエーと戦ったっていうのは記憶として入ってるんですけど、僕より下の世代とかは絶対分かんないですよね。うん、まあ阪神の元監督っていうこともあって、それでまあ伝統の一戦で僕はね勝手に思ってるんですけど、うん、まあね、選手たちもね、それぞれに思いがあっての試合だったんじゃないかなというふうに思います。本日のオーダーはこちらです。まあ今日はですね、セリーグ主催のゲームだったので DH がないっていうところで、まあ外国人の起用ですね、どうなるのかなというふうに思ってたんですけれども、まあ今日はね、ブラッシュ選手、ウィーラー選手、両外国人起用してきましたね。中でもやっぱりウィーラー選手が、一発あって、ヒットも打って、そして犠牲フライもあってというね、もう本当に大活躍で、まあ起用もね、もう当たったというかね、まああのまあ一応レギュラーで出てますんであれですけど、ウィーラー選手もね、結構調子悪かったんでね、まあここ今井選手とかもね、使ってくるのかなとか思ってたんですけどね、まあ今日は起用大当たりでね、まあ今後もね、まあおそらくウィーラー選手ね、もう固定でずっと使っていくんじゃないですかね。で、まあ打線の方はですね、2回に、まあ相手のね、エラーの間に、まあ1点取るっていう感じで、で、4回ですね、ウィーラー選手がね、いやー、いい当たりでしたね、完璧な当たりでしたね。久々になんかウィーラー選手のこの間も一応ソロホームランはありましたけど、まあツーランがね、出てなかったですし、やっぱりホームランバッターって言ったら、やっぱりソロよりもね、ツーラン、スリーランってやっぱ見たいですし、まあ見たいのもあるけど、やっぱり得点になりますからね、うん。やっぱね、ソロホームランって、天田選手なんかね、ソロホームラン結構多かったですけどね、ぶっちゃけやっぱ、ブラッシュ選手とかスリーランホームランめっちゃ打ってますからね、やっぱね、うん、ツーラン、スリーランって本当効果的だなって思うので、本当に特にね、不調のね、まあ、最近ちょっと上り調子になってきてますけど、ウィーラー選手に一発出て本当に良かったなっていうところですね。あと8回ですね、浅村選手、ブラッシュ選手、連打の後、まあ、チャンス作って、でまたこれまたウィーラー選手がね、ライトに犠牲フライ打って、で勝ち越しの1点入れたんですけども、まあこれ、まあ楽天ファンとしてはまあなんていうんですかね、少しラッキーだったというか、っていうのも、ライトにね、結構ね、大きいフライ上がったんですけど、まあ、ライン際でね、おそらく糸井選手、あれ、取ってなかったらファールになってたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、正直ね、まあ、難しいプレーではあるんですけれども、まあ、どうですかね、まあ、糸井選手、普通に取っちゃって、まあ、結構やっぱ遠いのもあって、まあ、全然バックホームしても間に合わなかったですよね、うん、まあ、難しいところですけどね、まあ、楽天ファンとしてはまあありがたかったですし、まあ、ウィーラー選手にこれね、打点が一つついて、まあ、よかったなっていうところで、で続くね、辰巳選手も本当に効果的な、ね、追加点、レフト前に、ね、タイムリーを打って、ウィーラー選手の犠牲フライの1点にとどまらず、もう1点追加できたっていうのは本当にね、チームとして大きかったですよね。はい、攻撃陣はそんな感じでした。投手陣はこちらになります。まあ、塩見投手がね、5回を3失点でね、まあ、まずまずだったんですけれども、まあ、今シーズンの塩見投手、非常にいいピッチングずっとしてきてましたんで、まあ、そのね、今シーズンの塩見投手にしたらちょっと出来が悪かったかなという、まあ、実際ピッチングの内容としてもね、なんかあんまり良くなかったですよね。まあ初回にね、連打の後に、マルテ選手にね、打たれてしまって、で3回にはね、近本選手にソロホームランを
浴びてしまって、で4回がねピンチを作るんですけど、ワイルドピッチでね1点を失うっていう、本当にちょっとなんからしくないなっていう、うん、で5回までしか投げませんでしたしね、やっぱりおそらく確か88球とかでね降板してたので、まあ状態さえ良ければね、あの6回のイニングもいったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり調子がねあんまり良くなかったんでしょうかね、うん、まあただねその後のあのリリーフ陣が無失点リレーでね、あの9回の松井裕樹投手までつないでくれて、で松井裕樹投手もね三者三振っていう、あの今日はね中4かぐらいのマウンドでしたかね、松井裕樹投手。この間までね4連投ぐらいしてたんで結構疲れ目立ってたんですけど、まあ、しっかり休めてね、まあしっかり、仕事を果たしてくれたかなっていうところでね、22セーブ目ね上げてくれましたね。いいペースですね、本当に今年は安定感があって非常にいいですね。まあ今日はね、まあちょっと総括してみますと、やっぱりウィーラー選手ですね、うん、いい活躍をしてくれたっていうところですね、うん、非常にね、今後楽しみですね。はい、明日の先発はですね、今シーズンの6勝目を狙います三馬投手になります。ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでは勝利の儀式いきましょう。3、2、1、バーン。以上、もいえでした。またね。